グラマン G-164 アグキャット G-164 アグキャットグラマンアグキャットは副用の農業機である。AG キャットの AG とは農業の位。G-164 はグラマン社によって1950年代に設計された副用機として設計された航空機としては最後の一つである。フルメカ C 外観に反して開発された年代は 比較的新しいが、農業用飛行機は狭い場所で離着陸できることが重要なので、副用機の利点が選択されこのような設計となった。農薬散布作業を行うアグキャット初号機は1957年に初飛行し、1959年からはグラマン社からシュワイザーエアクラフトに生産が引き継がれ、1979年までに2689機が、 生産された。1957年から1983年までに2455機生産したとする説もある。1995年に製造権はアグキャットコーポレーションに売却された。2001年2月にアーカンソー州ウォルナットリジのアライドアグキャットプロダクションインクに製造権が移ったが、この会社では現在製造はされていない。現在でも 数多くの機体が現役で運用されている。アグキャット 450A アグキャットを使用する極技飛行チームスコヨーキャッツ空冷製型エンジンを搭載した複用単発機でパラソル翼配置の上、翼と低翼配置の下翼を持つ。足は固定式であり、エンジンの冷却効率と整備性を重視してカウリングを配している。農薬散布作業を行うため、 散布された薬品を吸い込まないように操縦席は余圧構造となっており、飛行中は加圧され密閉されている。余圧時は外部からの空気は専用のエアフィルターとエアコンディショナーを通じて吸入される。農薬散布機の特性上、共半径急旋回等の急起動を行うため、機体は高荷重に耐えられるように頑丈に作られており、 設計上の瞬間体荷重限界値は 40G にも及んでいる。不正地での離着陸を行うことを考慮して、足は頑丈に作られており、操縦席後方には横転事故に備えて操縦者を防護するためのロールバーを持つ。火翼仮面には農薬散布用の液体散布装置を装備し、胴体内の薬品タンクと配管で接続されている。タンクの容量は、 標準で1514リットルである。生産時期によって搭載するエンジンは異なっているが、後期型では 450HP の P&WR-985、生型レシプロエンジンや680から750、SHP の P&WPT6、A ターボプロップエンジンが搭載された。高い旋回性能と、 機体構造の頑丈さのため極技飛行が可能であり、アグキャットを使用する極技飛行チームも存在する。数値は G-164B スーパー B タービンのもの。ありがとうございます。